先日の不適切発言について、改めて、お詫びを申し上げたいと思います。先日の不適切発言において、関係企業の皆様、そして従業員の皆様、関係者の皆様、そしてすべての市民の皆様に大変なご心痛、そして不信感を与えたことに改めて深くお詫びを申し上げます。また議会審議に、いろいろな支障が出たことについても関係者の皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。今回の件に関し、私自身への処分を考えなければいけないと思っております。内容の詳細については後日改めて明らかにしたいと思います。市民の皆様、そして企業の皆様、信頼関係がやはり広がったので、これについては回復に向けて努力を続けていかなければいけないと思います。これまで通りまた職責を全うしていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。